はい、どうも皆さんこんにちは、ギタです。今日はですね、こちらのね、ウルトラ、初代悟空をですね、使っていこうかなと思います。こちらのですね、止まらない快進撃っていう、最近のナメック星編の悟空にね、付けれることのできる、フラグメントがね、登場したんですけれども、これね、Z フリーザ編のイベント限定全員にね、実は付けられるということなんで、ウルトラ悟空も地味に対応しているんですよね。で、ステータス値がね、非常に高いと言ったわけで、まあね、ウルトラ悟空も非常に強化されてるんじゃないかなと思うんで、今回はね、こちらの、サイヤ人パーティーでね、使っていこうかなと思います。このね、カカロットと、ベルガモのね、アビリティの感じがめっちゃ綺麗に乗っかってて、マジで気持ちいいですね。はい。てことでやっていきましょう。ちなみにですね、ブーストのキャラクターの欄にピックアップでね、今シーズンは、ナメック星編のね、キャラクターたちがこんな感じで全員ピックアップに入っているんで、この子ね、ヨダメージ 20% アップ、そして、防御アップで、ね、もらえているということで、そういった意味でもね、強化入ってるんで、使っていきます。さあ、よろしくお願いします。ゴチゴチのゴグリ未来パーティーとなってますね。これマジで、勝ち目が見つからないんですけども。ま、頑張っていこうかなと思います。ちなみに、2連敗中ですね。マジでボコボコにされてる。で、あのね、今本当に、ベジットブルーが強すぎるせいで、青がね、ほぼ必須級の環境になっているんで、ウルトラ悟空も同じ属性なんで、ちょっと刺さりがね、非常に悪い、と言ったわけで、ちょっとこっちでね、利点あるのってアビリティのノリだけなんで、まあ、そこをね、うまいこと活かして頑張っていこうかなと思います。何してくる？ここタクなんでね、もう完全に。オッケー！最速取れる。クソでかいよ、これ。特殊こっちで使っときましょう。ホイチョして。いやー、ウルトラ悟空はね、マジで演出だけはめちゃくちゃかっこいいんで、ちょ、そこをね、にしていきたいですね。さあ、ガン殴りして、強い。特化無効貼っていきましょう。で、まあ、さすがにベジットだな。いや、マジで、ウルトラ悟空今回、飾り程度にしかならないと思うけど、まあ、許してあげてください。うん。で、今ね、冷凍、ほぼ最終盤に差し掛かってきまして、僕は、まあ、大体、冷凍ですね。今、8000ぐらいかな。なんで、まあ、大体入賞レベルぐらいのところで戦ってるんですけれども、今期はね、実はあんまり PVP ができていなくて、というのも、まあね、いろんな、なんか、プライベートの仕事とか、作業みたいなのもあったり、あとね、僕にしては珍しくね、他の差し上げを結構やっていまして、ポケモンスリープがめちゃくちゃおもろい。ポケモンスリープおもろすぎて、ちょっとハマっちゃってますね、完全に。うん、っていうのがあって、まあね、めちゃくちゃレジェンズをやってるわけじゃない。まあ、それでも、デイリーとか最低限、あと、PVP もまあ、そこそこはやってるんですけれども、ポケモンスリープおもろすぎるわ。フレンドさんが、リアルに全然いなくて、困ってるんで、フレンド募集中です。やってる人いるんかな？あー、バニシングウーバイまだ、使ってなかったんけいっていうことで、ここ3発受けるわ。3発受けて、ベジブルのね、これ、唾液カバチェン嫌って。いや、マジで？なんで唾液、射撃カバチェン知ってんのみんな。これ切るわ。これ、男の切りします。男の切りして、てか、ベジブル先出しが絶対正解でしたね。極振りの雷剣聖が使えたから。まあ、しゃあない。で、ドラゴンボールで言うとですね、ドッカンバトルね。ドッカンバトルが、また、なんか夏の大型キャンペーン入ってくるみたいなことを聞いたんで、今ね、龍石も貯めていますね。いや、マジでバンナム全然休ませてくれへんわ。ここマニカイクして、神で圧しましょう。エロいでしょう、オッケー。絶対呼んでくると思った。さあ、ドッカン向こうで殴って、まあ、ユニークゲージ切れたら、普通にライ打っちゃおっかな、これは。いや、でもトランクスが嫌らしいな。オッケー、特化向こうがまだ残っててくれる。いやー、これはライ打つか迷うけど、いや、やめといた方がいいか。92。そう。てなわけで、ちょっとね、今、ソシャゲがめちゃくちゃ熱いんで、なかなか、レジェンズ、全振りみたいなのはできてないですけど。こうする！マジか、射撃！やばい、やった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 。これマジで痛い。しかも悟空側だからベジットブルーの攻撃をまともに受けないといけない。すぐこっち出します。78。ナッパ。避けろナッパーっつって。いや、これ耐えるよね、さすがに。さすがにね、フラグメントもらえてるからね、耐えれますよね、お兄さん。いや、いった！耐えましたけど、いった！
最速最速頼む。単発撃つよね、かぶそう。相手知ってんな。かゆみて大キャン詰めろ。かゆみて熱。オッケー、開発してんの。あ、これはライ言っていいですね。オッケー、なぜならホープソードが待機カウント付与で帰ってこないからですね。オッケー、特殊圧強っ。いやね、ウルトラ悟空ね、唯一特殊圧は強いと思ってるんですけど、なんかそれすらも他のキャラクターに追い越されてる感があってめちゃめちゃきつい。オッケー、ここでね、でもね、ライブスタスタバカでかいよ。ちょ、マジで勝つ。650万。回避を見れて即オッケー、ナイス to meet you。 封印対策でいっぱいアーツ持ってきとこう。強すぎる。え、マジンコ強い。さあ、特化無効がついてる間にがっつり悟空で打撃を消化しておいて、予約射撃入れ。ナイス、強すぎる。即行きます。で、またフリーザ回して、強すぎんか。封印したんで射撃打ってこんか。オッケー。めちゃめちゃ試合的に頑張ってはいるんですけれども、皆さんお気づきだと思いますが、ウルトラ悟空何もしてません。はい、てなわけで、対戦ありがとうございました。まあ、もう一社行ってみようか。はい、皆さん分かりました。もうね、僕気づきました。もうね、フラグメントでどうこうなる話じゃない。この子はもう気づいてしまいましたね、完全に。なんでもう青バーダック経由でね、バンゴリ殴って、どうにかしていこうかなと思います。まあ、青バーダ経由かつあれね、フラグメントの元のステータスの高さを生かしてね、嘘入るよ。まあ、めっちゃ火力出していこうって感じですね。しかも、青バードを積むことによってですね、環境でめちゃくちゃ重宝されている青枠をね、確保することもできるんで、まあそういった意味でもいいんじゃないかなと思いますね。絶対こっちの方が強い、悟空使うなら。まずウルトラ悟空を使ってる時点で意味がわからないんですが、これ撃とうか。おお、マジか、そんなことしてくる。ここ!なんで負けるんですか、マジで。同じ数値じゃん、もう引き分けでいいやん、それ。147。いや、一旦出そうかな、オバダ。どうしよっかな。外れてますよ、それ。あ、圧なかったのか。割って、で、さっきキャラチェン圧してたんで、下がろうか、帰り道射撃打って。隙を与えない。もうね、青バダパーティーは敵に隙を与えないんがマジで大事なんで。ゼロ。タックルクイーン入れて。危な!レボルトパイルはね、ちょっとあとスキーあるんで。オッケー!来たでしょこれ!待って!ウルトラ悟空の究極圧!これを見せたかった!身勝手しかいないよね!クリティカル乗ってるこれ!いけ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 !ぶち落とせ!最強経由のクリティカルのゴーゴーしこれがやりたかったんじゃい!よし、完璧!もうこれで活躍!もう活躍!もう誰にも何も言わせない。最高の活躍をしてくれたよ、この子は。自分にできる最大限のポテンシャルを発揮してくれた。よーし!来た!領域展開して、あとがっつり殴るのみ。最強だぜ、ベジータ。最高すぎる。強すぎる、そして。待って、これさ、さらにいっちゃう?あ、そうだ、究極切ってたわ。普通にミスりました。連れていく、来たー、必殺圧、怒ってます、ナイス。やっぱ青バダ経由ですわ。もう完全に青バダ経由が正義ということを物語ってるね。 OK、 メイン切って、ここでよーし、よーしよしよし、てなわけで、まあ、活躍したと言っていいでしょう、今回はね。ウルトラ悟空にね、新たなフラグメントが追加されてたんで使っていきました。ご視聴ありがとうございました。